ゴーゴーケメンアラツさん、アルバム発売おめでとうございます。通販のフラゲで一足お先に拝聴しましたが、いろんな意味ですごくおかゆんらしさが詰まっているアルバムだと感じています。おかゆんは最高のストリーマーで、ゲーマーで、アルバムアイドルで、シンガーで、そしてアーティスト、クリエイターです。これからもおかゆんが活動する限り末永く応援しております。大好きです。ありがとう。ありがとうね。いや確かに最近はね、まあみんなによく言ってるけど、インタビューされる機会がもうとんでもなく多いんですよ。しかもこのライブとアルバム発売に向けてのあのインタビューが超多くて、で相手のねインタビュアーさんは自分の僕のことをそのアーティストとして接してくるから、なんかこう難しいなって思うまあ別に型にはまる必要もないんだろうけどね。別にね、もう僕はストリーマーでゲーマーでアイドルでシンガーでアーティストでクリエイターだってなったら、まあそれはそうだなと思うからさ、別にこうでなくちゃいけないってことはないんだろうけどねえ。だから結構ね、アーティストとして何か夢はありますかとか聞かれるとね、まだね何も答えられないなーって思う。僕のね、まあ、配信者としても音楽的な活動においても、僕の一番根本的になんだろうな、望むことは今の幸せが続きますようにっていうのがあるのねそう、なんかそれ以上は特に想像できなくて、今ある幸せが続くといいなーって。そうそう、そんなおかゆが大好きよ。ありがとうありがとうね。うん、まあでもこの幸せ